七な初年度種付け頭数初年度決闘登録3コマ数々アステリスクカジノドライブミネシャフト200126。主な種5馬の種付け頭数の推移、2012-2013-2014カジノドライブ200-141-88ワークフォース183-171-1はボーブログを2は馬一 .com を参考にした BB ガルダンの種付け頭数はどちらが正しいのか、間違った箇所があればおさむ。ピサレーシャンティフェスタ1オツ、個人的にはベーガバドに注目、そしてサツキショウ馬が3頭か。フェスタは前に3コマが評判になってるとか謎の記事があったけど、種付け数あまり減ってないから本当にそこそこいいのかもしれんな。そろそろリーディング上位に行く&AMP イゲタ9643&AMP イゲタ6538外出てこないもんかねえ。外より大きいダノンシャンティ富士奇跡153-67、またここも奇跡基地に荒らされるのか。中黒グリーンファームで募集してるフェスタ3コマの調教動画見たけど、大きいストライドでひづめを叩きつける走りは父そっくりだったよ。日高が中心の種付けで評判いいって願望込みの枕言葉みたいなもんだし、当てにならんにも程があるけどな。タップとかでも4コマの評判良かったし、セールストークです。皐月賞、有馬記念のほか、ドバイワールドシーも制し、世界馬と知名度を誇るビクトアールピサ、昨年のセレクトセールで。ダノンとドリジャの登録の少なさやばいだろ。ドリームジャーニーは種付けが下手で受胎率低いらしい。ダノンシャンティも受胎率低い。ピサはやっぱり馬体詐欺で人気が落ちないんだろうな。ボリクリやネオユニもそうだった。カジノは競りで見たけど、馬格あって見栄えのする馬が多かったな。容姿も才能なり。ディープスカイも3コマが評判で1、2年目より種付け頭数アップ、からのからフェスタ君はどうなるか。斜め、半濁点アステリスクアー。バンブーエールに地味に期待。ワークフォース父キングズベスト母父サドライ ED 相手目の玉に大物出す匂いがプンプン漂ってきます。自身はかなりでかいけど3コマはそうでもないみたいだな。そこはかとなくアルカセット集がしないでもないが、車代共用で母父 SSK が多いだろうから、さすがにそこまでひどいことにはならんか。アルカセットの HP があるのな。ダノンシャンティの受胎率やばいな。岡田増水、今年のワークフォースは少し重いと思っていたが、3コマはゴムのようにキャンターを踏んでおり、これはまた走っちゃうのではと、来。あんたは来年3コマデビューのアイルハブアナザーのことだけ心配していなさいと。まあいくらなんでもコンデュイットほどは外れまい。27岡田さんが頑張ってるから心配ないよ。ワークフォースレーダノンシャンテドリームジャーニー中山フェスタ。